皆さんこんにちは。ガラスが貫通するマジックや紙に書かれた食べ物などを実物にして取り出すマジックなど、2000年代にテレビでその名を轟かせたマジシャンのセロさん。整った顔立ちと見たこともないような圧倒的なパフォーマンスで出演したテレビ番組は軒並み高視聴率だったそうです。当時はテレビ番組でセロさんを見ない日はないほどでしたが、ある時を境にその姿を見る機会がほとんどなくなってしまいました。それはあるテレビ番組に出演した際に放送事故とも言えることが起き、やらせやインチキ疑惑が浮上したためでした。セロさんに何があったのでしょうか。今回はそんなセロさんの経歴やテレビで見なくなった理由と現在についてお話ししたいと思います。セロさんのプロフィール。名前セロ高山。生年月日1973年9月27日。出身地アメリカロサンゼルス。身長170センチ。セロさんの経歴。沖縄出身の日本人のお父様とモロッコ系フランス人のお母様を持つセロさん。生まれたのはアメリカのロサンゼルスです。2歳から4歳までの約2年間はお父様の出身地である沖縄県今帰仁村でおばあ様に育てられました。4歳の時に2歳まで住んでいたロサンゼルスに戻りますが、小学生の夏休みの時には沖縄のおばあ様の家で過ごし、小学6年の時にはわずか19日間だけでしたが日本の小学校に通っていました。そんなセロさんがマジックを本格的に始めたのは10歳の時で、一気に才能が開花。わずか2年後の12歳の時には会員制の一流マジック専門クラブマジックキャッスルのジュニアメンバーフューチャースターに抜擢されています。しかし学生生活では問題児だったそうで、15歳の時に学校を強制退学をし、16歳の時には自主退学もしていたことを明かしています。これらの行動に頭を悩ましたお父様は、故郷の沖縄にセロさんを送ろうとしたものの、飛行機の乗り継ぎで寄った東京で、なんとセロさんは逃亡をしてしまいます。その後セロさんは日本国内のマジック団体への加入に挑戦をしましたが、全く相手にされずに断念。それ以降ストリートパフォーマーとして貧しい生活を送る日々が続いていました。しかし17歳の時に知り合った日本人のビジネスマンに気に入られ、その人の紹介によってホテルの結婚式やパーティーなどでマジックを披露するようになります。そして1994年の19歳の時に FISM 横浜大会というマジックの大会でイリュージョン部門の1位を獲得。これによってセロさんの名前は日本で知られることとなり、メディアでの露出も増えていきました。2004年にはセロさんの冠番組マジック革命セロが放送され、毎回高視聴率を出すこの番組でセロさんは一躍時の人となりました。2008年にはデビッド・マメットさんが監督を務めた柔術映画レッドベルト傷だらけのファイターに出演。同年5月31日には埼玉スーパーアリーナで開催された MTV ビデオミュージックアワーズジャパン2008で司会も務めています。やらせ疑惑は、端正なルックスと見る人を魅了するマジックで一世を風靡したセロさんですが、現在ではテレビなどで見る機会はほとんどありません。それはあるテレビ番組での放送事故ともいえる不測の事態が発端でした。そのテレビ番組とは2014年7月29日放送のフジテレビ系マジック新世紀セロ生放送スペシャルで、映画バックトゥーザフューチャーに出てくる空中を浮いて走るスケートボーダーのホバーボードというものを現実の世界でも再現させるという企画でした。この企画でセロさんは1台のバンが遠くから走ってくるすぐ横で、車に手をついたセロさんがホバーボードに見立てたボードに乗って一緒にカメラの方へ向かってくるというものでした。空中に浮いて登場してきたセロさんにスタジオからは大きな歓声が上がり、登場シーンから出
聴者をあっと言わせるマジックだったのです。しかしそれを見た番組ゲストの平愛理さんが、私このマジックを違う番組で見たことあったんですけど、手が車へとつけてあった偽物の手で、そこに棒がつながっていて体になってるって確か、とマジックの種明かしをしてしまいます。普段は温厚で紳士的なセロさんも、平さんのこの発言には生放送中にもかかわらず明らかにムッとした表情をしていました。平愛理さんは天然キャラで有名でしたが、この放送事故レベルの発言にはさすがに視聴者から多くの怒りの声が寄せられたそうです。しかし一部では番組のゲストが積極的にマジックのネタを解説するというのは前代未聞でもあるため、平さんの種明かしは演出、つまりやらせだったのではないかとの噂もあります。最初から平さんが種明かしをするのが台本通りで、放送事故どころか正常な番組進行だったという説です。天然キャラでもある平さんなら種明かしをしても天然ということで済まされるという狙いだったということです。この放送事故の真相は闇の中ですが、この番組以降徐々にセロさんのテレビ出演が減っていきました。マジシャンセロとしてのイメージがやや落ちてしまったことや、放送事故が台本だったのではというやらせやインチキ疑惑が浮上したために、テレビ番組で使いづらくなったとも言われています。また一説にはあまりに高額になった出演料がネックになっていたとも。真実は分かりませんが、もしかすると何らかの事情でセロさんは知らされてなく、番組側と平さんの間で打ち合わせされていた話だったのかもしれません。現在は、そんなセロさんは現在は日本を離れてシリル・高山という名前でアメリカやアジア、ヨーロッパを中心に世界中で活躍しているそうです。日本でも全く活動していないわけではなく、今でも世界ツアーや日本国内のイベントの出演のために来日しているそうです。いかがでしたか？日本ではなかなか見る機会がなくなってしまったセロさんのマジックですが、実力は同業者のマジシャンから認められるほどのものだそうで、セロさんのマジックを参考にするマジシャンは決して少なくないようです。そんな世界中の人々を楽しませているセロさんの本物のマジックをテレビを通して現代の子供にも見てほしいです。